早い。はっ早い。順民だ。ブリ<い>ートマン。マンかっこいい。かっこよ。へへ<あ>。ということで、ね、ブリートマンとともにですね、えー、やっぱり三十年前からのオリジナルキャストということでしっかりしなきゃいけないんだな自分はっていう思いって絶対持ってるんですけれども、今回は実はあの。 コンピューターウイルスではなくてリアルなウイルスに蝕まれましてですねアフレコのあたりってちょっと調子悪かったんですよ。それで、あのー 実際弱音を吐きたくはなかったんですけれども普通にあのまあ戦闘シーン交えて感動の家系のシーンっていうのを順番にいった方が当然テンション的には盛り上がるのは分かってるんですけれどもその通りにやったらとても大事なシーンで声が出なくなりそうやっぱり長年やってるんで今の喉の状態だったらとても大事なシーンができなくなってしまう。 可能性があるので申し訳ないんですけれどもそこを先に取らせていただいてもいいですかっていう話をしてでもちろんということで協力していただいたんですけれどもそのためにやっぱ僕だけじゃなくてね絡んでいる方にも当然迷惑はかけるんですけれども本当になんかその辛い状況の中理解していただいて乗ってやっていただけてあの自分としては本当に今回のテーマ自分一人ではねできなくてもみんなが協力すれば。 すごい素敵なものってできるんだなっていうのをそのアフレコの段階からえ体感させていただきましたで自分としては本当にテレビシリーズみたいにやったぞっていう感じで終わりたかったんですけれどもやっぱり不安な状態で現場を去るときに雨宮監督がさっき聞いたら忘れちゃいましたって言ってたんですけど僕にすごい優しい声をかけてくれたんですよお疲れ様でしたすごい良かったですよであとはお任せくださいって <laughs> すごい嬉しくて泣くつもりじゃなかったのにごめんなさい <laughs> でもすごい嬉しかった大,大丈夫です <laughs> あとはお客さんにお任せしましょうんいや本当になんか救われたなっていうかだから俺にとってはやっぱりなんかアメミヤ監督本当に 早すぎた名作っていうものをこうまさにマッチした名作にしてくださったすごい天才な監督だと思っているので自分にとってはグリッドマンみたいな存在だと思っているので本当にどうもありがとうございました <laughs> 光栄でございますありがとうございますありがとうございます,います、えー、さタレントがカメラに目線とかに行くことをご覧いただき